リビートです。大阪神戸ライブありがとうございました。お疲れ様でした。カンでございます。こんばんは、1週間ぶりのご無沙汰でございます。そしてもう一人はこちら、フロントホックブレンバスターズのすごい強そうだな、強そうだな、ホットキックトランプスクールズミです、よろしくお願いします。さて本日12月9日はアメリカ東部時間で12月8日となります。おということは、ね、もうご存知の方はご存知ね、誕生日より命日の方が有名なんですね。そうか、ね、今日はあの、ジョン・レノンさんが亡くなった日でね、はい、ですから今日はもうレノンナイト、ノレンナイト、いらっしゃい、すいません、ちょっと真似してみたんです、ある方のね。ゲストも豪華です、はい、先週に引き続きスターダストレビューからは根本かなめさん、はい、そしてハウンドドッグからは橋本昭二さん、そしてザ・コレクターズから加藤久志さん、よろしくお願いします。もうというこの3人に、ね、そういう日にこう集まったわけですから、当然ビートルズはお好きと。もちろんですよ、もちろんです。それはもう好きとか嫌いとかの問題じゃないでしょう、血となり肉となり私たちそれがなければ全ては語れないです。なんか喧嘩腰じゃありませんそんな簡単に語ってほしくないですよ。奴らが出る前から聞いてたそんなわけない、ね、俺すぐそういう対抗意識燃やしちゃうんだね俺はね、はい、あれ早いよ、俺は42だけどね、俺の年はどうでもいいか、そのね、彼らが来日した時もよく知ってるし、来日特別号、ミュージックライフのね、特別号とかね、未だに持ってますからね。すごい、すごいでしょ、結構な値段出るんですよって、値段の話じゃないって言うんだよ、ね、じゃあ66年ですよね。だから僕聞き始めたのは65年ぐらいから。僕はもう要さんより偉いですよ偉いんですか、今日襲ってますね。記念のミュージックライフでしょ、うん、僕来日を見たおばさん親戚に持ってますから、うん実際に見た人、おばさん生行ったの、おばさん生で見たんですよ。ドリフターズも見てるはずですよ。なるほど、そうなんですよね、全然だもんね、全然逃げろって言いましたからね、本当、本当ですよ、逃げろって言ってね、そうなんです、ステージ、演奏して逃げろってバーってはけた、そうで、その時ね、リンゴスターがドラム貸してくれなかったらしいですよ。そりゃそうですよね、そりゃそうだ、本当ですよ、うん、俺たちもだって1981年にエレク・クラプトンの4度目ぐらいの来日の時やったけど、やっぱり彼らのセットの前にあのセット組んだから、そうね、それはやっぱりね、格も違うしね、なかなかね、やっぱ使い回しはさせてくれ、無理無理無理今でも遠回しに俺エレク・クラプトンと一緒にやったぞって一緒にやったって前座だもんだって今日はこの素晴らしいメンバーが集まって、はい、うん、ジョン・レノンのゆかりの曲を、素晴らしいメンバーですよね、ご披露していくわけでございます。いやもうこれはね、マジですから、はい、マジだよね、マジですから心して見ていただきたいなと、ね、やっぱり多くのビートルズファンにも、あ、やっぱさすがだと思わせる演奏をね、どうかなって言ってますね。いや俺がね、一番大事にしたいのは愛情、愛情です、ね、そこの、そのジョン・レノン、このビートルズを、ね、愛するってこの気持ちがね、ちゃんと現れればいいじゃないか、ね、ビートルズがやってくる、まあまあまあっていう要はね、うまいな。It's better to have a taste tonight and I'll be working like the job. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find a thing to do to make me feel all right. You know I work all day to get the money to buy a thing, and it's more than just a hearsay. You're gonna
30年の時を経て日本で初公開されるビートルズ映像。リバプールに行ったことがある。あ、嘘、あるんだ。 あるの。僕あのビートルズツアーバス乗ったことありますよ。何ビートルズツアーって？あのマジカルミステリーツアーと同じバスがあって、 あれでもジョージの生まれた家はここですってやるんですけど、普通の家なんですよ。それもこんなになってやるんですからね。僕が乗った時なんてジョンのおじいちゃんが年金を郵便局にもらいに行く途中で乗せてあげたんですよ。うんうん、すごいじゃん。本物の道端におじいちゃんが立っててこうやってもう、うん、してあれがジョンのおじいちゃんだって言うわけですよ。なんでわかるんですかそれ？だからもうアナウンスで。嘘。本当。そしたらおじいちゃん乗ってきて。うん、それ仕込みじゃないですか。するよ。毎日いるって、ね。毎日いる。おじいちゃんバイトしてんじゃないの？ギャラも出た。で俺はジョンのおじいさんを見たってみんなが。そう、わジョンのおじいちゃんだ。みんななぜかサインしてるんですよ、おじいちゃん。でおじいちゃんサインしてる。サインしてるんですよ。っていいね、そういうのってね。ね、うん、俺はでもね、なかなかそういう興味がなかなか湧かないっていうか、もうあの音楽には全てね、うん、あのサージェント・ペパーズが出た時もね、うん、アルバム1枚は聴けなかったの俺は。途中 A 面でもう、うん、A 面でダメだった。でもあのジャケットに福助が乗ってたな、嬉しかったよ俺は。あれ衝撃だったね。俺はね、あこいつはちゃんと日本を意識してじゃんと思ったもん。一回来てるからね。あいつらはね、ただ8匹来て降りてきただけだから。ちゃんとその福助が映ってる時やるなと思った。あのハッピーはファーストクラスはついてるって前カン君言ってたんじゃなかった？え、ビートルズはあれもらったんじゃないの？あ、そうなの？ファーストクラスを必ずハッピーがついてる。ハッピーがついてる。聞いたの？ハッピーついてる。そんなにいいよね。そんなにいいよ。そんなにいいよ。ついてる、ついてる。そんな。ハッピー付き？ジャルのファーストクラスはハッピーがついてるんだ。ついてるんでしょ。だってよ。本当？うん。え、これ袋詰めみたいになってあるんですか？だからこう、そうだから結局あの長い時間だと寝るじゃないですか。だから8匹して寝ないじゃないですか。それは単然とかそういう方がいいんじゃないの？外国人の方が「おおハッピーコー」って言ってこう来て寝るんですよ。いや本当、本当の話なんです。いや本当英語で「ハッピーコート」って言うんですから。本当なの？なんか嘘っぽいね。いや本当だって。カン君だんだんなんかみんなに信じられなくなってきちゃったよ。これね、本当だと言えば言うほど信じられなくなる。本当にそういうビートルズファンなわけ？それでっていうか、まあ、ね、今の話は遠回しに遠回しにファーストクラスに乗ったことあるぞって。これエリクラプトン ね負けず嫌いだね意外と。遠回しにね、ちょっと言ってるだけ。吹き替えなんですか映画？いや今回はもう全然もう字幕。あ、字幕なんだ。はい、これがね吹き替えが楽しいんですよね。確か広川太一郎さんとかも出てたと思うんですけど、ね、僕が最初にイエローサーバイ見たのは映画館じゃなくてテレビ見た時もそうだったよね。ですよね、うん、そう驚いちゃったもん。あ、日本語なんだ。しちゃったりしちゃったりなんかしちゃったりとかなって。CM の後は海外初挑戦、スミ君がジョン・レノンゆかりの地ニューヨークへ陣頭中。さて、ニューヨークに渡ったジョン・レノン、あの最後、1980年12月8日に、まあ、熱狂的なファンの凶弾に倒れて亡くなるわけですが、でも一度はさ、そんな風なとこまで憧れたいなっていうかさ、うん、あ、その人気者になるっていう、ね、うん、なんか どうなんだろうっていうかさ、うん、俺も一度あのマーク・パンサーになってみたいなと思うんだって。あ、グローブの、うん、すごくいい位置にいるなっていう感じがする。なるほどね。ちょっと待って、いい位置だね、確かにね。ちょっと待って、気づいたら金目さんがマーク・パンサーですね。で小室さんとあの、いや、そっちはまたいろいろ大変なことあるじゃん。それでマーク・パンサーにいるとすごくなんかこう客観的にいろいろ見られるんだけど、ね、状況をもっと自分が今どんな状況か、とかっていうことも体験できる。いや俺でも見たいそれ。そんなグローブ見てる。
今回のスミ君の初めてのお使いと題して、はい、今日今回特別ですね。行ったね。行きました。この方はパスポートも持っていませんでした、はい、パスポート持てなかった上にですね、ビートルズもすごい勉強不足ということに今日は気づいたんですけれどもそれで君これからこの VTR をあーちょっとね帰りたくなってきたなとりあえず3日間だけだったんですがすごいいい旅だよね。すごい、すごい、もうすごい、マッパンさんより彼になりたいな。亡くなる直前をアメリカ・ニューヨークで過ごしたジョン・レノン。今回そのジョンのゆかりの地を訪ねるために今まで一度も海外旅行に行ったことのなかったこの男がわざわざパスポートまで取って片道13時間のニューヨークの旅に出た。ニューヨーク、バス乗り場を探します。とりあえず日本語でもいいから聞いてみましょう。 One of the buses there, I'm not saying you can get on that, but there's a person in a blue coat and yellow shirt. なんて言ったんですか。緊張したんですか。と言いながらもなんとかバスの切符を買えました。がしかしなんでドア閉めんの。自分はあのバスの中に入って一分待てよ。ありえへんだよ。20分待った後ようやく中に入れてもらってバス出発。時短はええけど全然わからへんから、とりあえず勘やここからは。よいしょ。駅からホテルは近いということで歩いてみたんですが、間違えた、正反対です。どうやら逆に遠くなってしまったようだ。どうするスミ君。歩きますか。はい、かもしれない。歩くしかないよな。およそ20分歩き直してようやく目印のエンパイアステートビルが見えてきました。そしてあったー、これは嬉しいな。目的達成ですね。おいおい、ホテルにたどり着くのが目的じゃないのよ。スミ君明日からも大丈夫。一夜明けて英語になれるのとお土産探しを兼ねてフリーマーケットへ。バンゲームを見つけました。バンゲーム箱が残っててですね、すごい綺麗。How much? 300. ディスカウント250。200握りすぎて交渉決裂。しかし諦めずに視聴者プレゼント用にビートルズグッズ探し。これはお土産にいいっすね。これはお土産にいいっすね。これはお土産にいいっすね。15。はい。Yes. Yes. OK. Thank you. ということでプレゼントゲットできました。そしてこの後楽器を持って公園を歩いているとなんとセッションに誘われました。さあスミ君、日本のミュージシャンの腕の見せ所。うん。そんなことないよ、成功成功。音楽に言葉はいりません。
公園といえばニューヨークには忘れてはならないところがありました。生前のジョンが家の近くをよく散歩していたというセントラルパーク。その場所を地元の人に教えてもらいました。その辺りには今では小野陽子さんの作ったモニュメントもあり、世界中からビートルズファンが訪れます。そしてその後すぐ近くにある今も陽子さんの住むダコタハウスへ。ビートルズファンにとっては少し複雑な場所です。なんか寂しいですね。もうなんか着いちゃったら着いちゃった。思ったよりすごいこう珍道中、最初どうなることかと初日は思いましたが、そうですね、ちょっといい VTR でしたね、なんか何倍も何倍も思い出のある人らがこうポンポンでいっぱい、もう金目さんも泣き入っちゃったし、ね、いや僕はねあのウーマンはダメだね、あの最後のビデオクリップ、あのビデオは ね、 すっごい二人でさ卑怯だよね、二人でまた最後に撮ったビデオクリップがそれなんて、あいつはもうそういうふうにできてたんだよね。あいつの人生っていうのは40というもう全てに置いて、もうなんかね、それだからお前らもちゃんと幸せに平和に暮らせよってなんかずっとね言われてる気がするっていうかさ、じゃあ今おつやみたいな風になってきましたね。でその視聴者プレゼントでもはい、もう負けて負けてって言って、はい、これマニアの方々に、可愛いんでないのジョージ、ありがとう、可愛いんでない、じゃんけんですかね我々、大丈夫ですこれじゃんけんですかね今から、いいねそれも、何なんかいろいろあったのあったんですけど、ほら行動が素敵なんでないの、すごいな、知らなかった、いろいろ英語で書いてある、このジョージなんか最高に男前なんだなってやっぱりそういう観点なんだね、ごめんなさい私って音楽でもやっぱりみんなさいい男だよね、いい男のこれをですね、はい、1名様じゃん、まあ、当然こう切るわけに切ってCM の後はジョン・レノンの超有名曲を思い入れたっぷりにセッションします。Hard to do.
ズとかなんかいらないの？あ、いいですね、クイズ。あ、じゃあこれはね、一番僕らね、本当今回さ話聞いててさ、なんで家族とこんないろんなことしてんだろうと思わなかった、うんうん、ね、だからここは家族に出題していただきましょうって、俺がここで振ってどうするの？いや、いいんじゃないですか私しかしない。俺なの？そうそう。いや、そこ俺、かなめさん閉めてくださいよ。素晴らしい。これはもう、いや、マニアクイズですよ。マニアクイズ。これはもう本当にビートルズ好きな人にもらってほしいから、うん、ね。ジョンのお世話していた耳おばさんの誕生日はいつ？あ、それいいね。それがいい。耳おば。来ないかもしれないですよ。というわけで、すごいマニアックなクイズになりましたが、ご覧の宛先にご応募ください。本の他に T シャツほかグッズも一緒に1名様にプレゼントします。 E メールでも OK です。